扉がまずすっごいめちゃくちゃなんか素敵な扉で、なんかこの緑あふれるこの部屋、そしてこの素敵な先生、松本先生です。どうぞよろしくお願いします。松本悦夫です。よろしくお願いします。私、松本正夫と申します。まさかのね、松本、しかも最後の王もね、こうつながってることでね、なんか親近感がすごく湧いております。松本先生、今日ですね、47歳のジジイって言われてる、ただ歌が上手で、そしてゲームも程よく上手くて、料理もちょっと好きっていう。歌が上手い、ゲームもちょっと上手い、ちょっと上手い、料理もちょっと上手い、料理もちょっと結構好きなジジイに、おやつを普段こうゲーム配信してるんですよ、はいはい、ゲーム配信とか、 なんかこうライブとかご覧になりますか？見たことはあります。ありますか？でこうなんかこうゲームやりながらプレイしてるこの人がこうカメラ映ったりとかしてると思うんですけど、うんうん、その後ろになんかこう飾ってもらえるような素敵なちょっと絵を描きたいな。素敵な絵。素敵な絵。なるほど。何もピンときてないぞ。50万ぐらいするカメラ使って配信しててめちゃくちゃこうおしゃれな感じなんですよね。この辺に飾って、うん、やめて、似合うような。場所決めないで。なんで場所決めたんですよ。決めないで。俺の。そうかもしんないっすね。うん。いや全然わかんないよ。男性込められたらね。見て、蛇見てきて、見えてきてるんですよ。うわ、ほんまや。過去に体をお風呂上がりにタオルで体拭くのがめんどくさくて布団で拭いてたんですよね。それからそのエピソードを話してから布団ちゃんやりましたね。そうなんです、はい、結構そう、結構ね、多分自分でいろいろネット調べるとやばい感じなんで、カビちゃいますね。結構ズボラだったんですよ。今はそんなことじゃないですけど、学生時代の話ですね。これでもね、あれなんですよ、去年料理本出したんですよ。あら、そうなんですか。料理本出したんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。これは大変なことですね。なんかね、好きなことに関してはあれなんだけど、自分自身のために片付けするっていうのが優先順位が低いというか、誰かのためにってなると結構動くタイプなんですけど、女性っぽい。そう、あ、女性っぽい。あ、そうかもしれない。女性は結構そういう、うん、自分のためってなるとね、すごい優先順位マジ低いんだよな。はい、ということでね、もうできた、もうかなりちょっと時間をかけて、もう先生もね、ちょっと帰られて居残りで先生帰ったの？先生帰ったの？やばー、先生、先生ね、子供を迎えに行かないといけない。最初の話もしたんだけど、帰るわ。結構ガチ感で、マジで打足さん家で飾れるぐらいのクオリティあるんじゃないかなって自分の中では思ってます。本当にこれマジでいいんで、打足さん喜んでくれるんじゃないかなっていうのを楽しみにしてます。じゃあね、打足さん、スタジオで多分完成品出てくると思うんで、楽しみにしててね。スタジオにお返しします。じゃあね、バイバイ。あばよ、あばよ。はい、いやー、まあということでね、まあ作ってきたんですけども、そう、かなり色の使い方とかは先生に教えてもらいながら、先生が先にこういう風にやるから、あとここをちょっと塗ってねみたいな形で、ツヤ感出したりとか、髪の色の違いとか、もう単色で全部塗っちゃうとそれはなんかちょっと安直な感じになっちゃうんで、うん、かなりグラデーションを意識しました、こちらの絵にあります。ダトクさん、ドン。結構いいでしょ、結構いいでしょ。かっこいい、すごい。でも色味がでなんか白飛びしてね、これちょっと調べたら白飛びしてる。あー、すごい、結構いいでしょ、すごい、結構いいでしょ、これかっこいい、これ結構いいだろ、これ。顔が白飛びしてて塗ってないように見えたから、めちゃくちゃいいだろこれ。めっちゃいい、めちゃくちゃいいだろ。まあ、かなりこう先生にね、マイクの質感とか、蛇の照りとかもちょっと、蛇の陰影のとことすごいな、あれね。そう、教えてもらいながらなったんだけど、結構このさ、俺気に入ってんのがこの打足の素、ちょっと渦巻きにしたんだよこれ。ああ、本当だ。そう、これ。うわー、かっこいい。これかっこいいだろ、これ。ちょっとブラックホールみたいな。ブラックホールみたいな。うん。マイクも綺麗だね。そう。ね、先生に褒められたのが、配信しないで多分絵描いた方がいいよって。すごい。いや、月1枚でもいいから描いてほしい。なんか本当に絵向いてるからやり続けなって言われて。いや、すごいよ。そう、いや、結構自分の中で初めてでしょ、よくできたんで。俺も欲しい。どうぞ先生だね。これいや、いいだろこれ。すごい。これいいだろこれ。めっちゃいい。すごい。
え、すごい。肉眼で見たらなおいいな、これ、ね、いいだろ、いいだろ。え、なんかすごいな。え、お前すごいな。マジですごいわこれ。すごいのよ。ちょ、みんなもう一回見せてほしい。お前すごいな。これなんとかもっとまあいい画質でなんか皆さんにお届けしたいですけど、これすごいよ、うん、やっぱ肉眼で見ると全然また違う、うん、全然違う肉眼と、あのラフ絵から含めたら多分6時間ぐらいだったもんねそう、いやすごいわ、うん、いや本当にすごい、はい、まあまあちょっとね、あのじゃあこちらはね、後ろの方にちょっと飾らせていただきましょうかね、はい、うん、こちらはね、いやすごいわ、はい、おお、ここにね